ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。皆さんこんばんは、ドクター林です。毎週日曜日の夜9時はドクター林の健康を考える、まあプロレスラーを呼んで、楽しく話をしようと。そしてまたそこからプロレスラーが学ぶものがあればいろいろ、まあ、皆さんも勉強していただけということでね、プロレスラーの社長シリーズというところから始めておりますね、健康ゲラゲラクリニック。大型連休も終わりましたね。もう1週間経ちました。皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。まあ天気も良くてね、いろいろ楽しく出かけられた方も多いと思いますけどね。もうだけど休みが長すぎますよ。もう私なんかね、本当にもう休み疲れしちゃって、もう本当になんかイライラして、もう早く働きたいなという気分になるんですけどね。だけどもう昔から思ってたんですけどね、もう日本人は休みすぎですよね。こんなに休日ばっかりあるとね、もうやっぱり日本人の一番特徴は何だったかというと、やっぱり勤勉さですよ。日本人は勤勉さであるがゆえに、もう資源が少なくともですね、ここまで発展していったんだと思いますが、その勤勉さを奪われてしまったら、もう本当に何をしていいか、日本は大変なことになるんじゃないかなとね、思ったりもしてるんですけどね。これからまあ5月半ばになってきて、新入社員なんかは休んでばっかりいたのに、今度は5月病になってまた出勤したくなくなるというようなことになりかねませんのでね、まあ本当に一生懸命やることが一番いいんじゃないかなというふうに思っています。今日のプロレスのね、選手はフリーダムズというね会社があります。そこの社長をやっている佐々木隆さんという方をお呼びしておりますからね、大変びっくりするような話が聞けると思いますんでね、楽しみにしていてくださいね。それではまず一曲聴いていただきましょうかね。1969年の歌です。当時昭和の青春ソングと言われるものの一つ、中山千夏さんのあなたの心にお届けします。
はい、それではご紹介いたしましょうね、フリーダムズ、プロレスリングフリーダムズですよこれ、正式名はプロレスリングフリーダムズの代表取締役社長でいらっしゃいますね、佐々木隆さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします出てきましたね、はい、それで、はい、まあ、ちょっといろいろな経緯を、最初のプロレスラーになろうとした経緯とかですね、はい、そういう話からまず聞きたいんですけども、はい、まずもそもそもどうしてプロレスラーになろうと思ったんですか？そうですね、よく聞かれることといえば聞かれることでもあるんですけども、もう僕とにかくちっちゃい時からですねプロレスが大好きで、もういつからプロレス見始めたのかもう自分でも定かじゃないぐらいちっちゃい時から見てまして、誰を見てたか、誰あたり見てたんですか？僕一番小さい頃の記憶で残ってるのはザ・ファンクス、テリーがフォーエバーをするもうちょっと前ですね、はい、その前のファンクスの記憶が多分一番小さい記憶だと思うんですけど、その頃まあよくハンセンとかブロディとかに結構ボコボコにしばかれてるところを毎週全日本プロレス中継見てまして、でそれで何ていうんですかね、子供ながらに多分もう幼稚園とかだと思うんですけど、子供ながらになんでこの外人はこんなに弱いのに毎週血まみれになりながら頑張ってるんだろうっていうのが子供ながらにすごい不思議でですね、またどうせ今週もやられちゃうんだろうなとか思いながら、でもどっかにやっぱでも頑張ってほしいなみたいなのも持ちながらそれ毎週見てまして、それからだんだんですねプロレスっていうものをやっぱなんとなく漠然と見てたものからだんだんこう理解できるようになってきて、そうしてるうちにだんだんこう日本人レスラーとかもやっぱかっこいいなってやっぱ思うようになってきました。それはやっぱ一番最初やっぱり長州さんとかですね、やっぱそれの世代ですよね。それがだんだんこう続く中で、あれこれ僕大きくなったらこうなりたいなってやっぱ思っちゃったんですね。それは多分小学生何年生ですかね、低学年ですかね、分かんないですけど、それが中学生になっても高校生になってもまた大学生になっても変わらなくてですね、でそのまま反対する親に内緒で入門して、親に内緒で入門して事後報告してブチ切れられるっていう、はい、そういう形でプロレス界入りしましたね。はい、高校、例えば高校の時にそのレスリングやってるとか、はい、なんかそういうのはないんですか？なんか僕中学までは野球部だったんですけど、その野球部っていうのもすごく僕生まれが岩手のものすごい山奥の、本当に山と川と田んぼしかないようなところで生まれ育ったん で同級生が9人しかいないんですよ。なので男は全員野球部って決められるんですよね。なるほど。要は部活がいっぱいあると選手が子供が分散しちゃうと、そのゲームに出れる人数が足りなくなっちゃうので、男は全員野球部、9人のぴったりだ、はい、女性は全員テニス部ってもう強制的に決められてるんですよ。だったんで中学まではずっと野球、野球僕好きだったんでそれは全然構わなかったんですけど、ずっと野球部で、高校入ったらやっぱり何百人っていう子供たちがいる中で、自分でこう部活を初めて選べるっていうのを高校1年生で経験しまして、その時野球部の監督さんからうちでお前またエースやらないかみたいな誘いもあったんですけど、いや僕ちょっと将来プロレスラーになりたいんでっつって、野球部の監督からの誘いを蹴って、で唯一格闘技系とも言える柔道部に、柔道に入った、はい、入ったんですね。はい、その頃昔の野球では、はい、バットには有刺鉄線は巻いてなかったんじゃ。巻いてなかったですね。はい、そうなんだ。それでじゃだからみんなに俺はプロレスラーになるんだとあんま言わなかったってことですか、その友達なんかには。まあまあ言ってましたね。プロレスごっこなのかしなかったの？めちゃめちゃしましたね。やってたんでしょ？めちゃめちゃやって、学校中学の時は毎日昼休み時間体育館 の物置倉庫室に大きいマットとかあったんで、そこで平均台をトップロープ代わりにしてプロレスごっこをして、担任の先生に見つかって正座させられて、明日からもうやりませんとかっつって、そういう感じ、はい、で次の日からちゃんと先生来たら言えよっつって後輩を見張り番にしてやってましたね。じゃあこのプロレスに行っても全然みんな不思議とは思わなかったってことですね、友達は。でも後から聞くと、さすがに本当に行くとは思わなかったよみたいなふうにやっぱり言われましたけ ど、でも僕はちっちゃい時からとにかくプロレス好きで、もう本も買ったりもプロレスごっこやったり、年に1回来るか来ないかの街にプロレスが来たら必ず見に行ってたりとかするのみんな知ってたんで。なるほど、はい、じゃあその高校の時は、なんだっけ、柔道やって、柔道、はい、
それで大学行ってるわけですよね。大学は行ったんですけども、これも別にあの大学って勉強したいから行ったわけではなくて、あの高校の時にやっぱり親にあの将来プロレスラーになりたいからみたいな話をすると、やっぱ親はもう猛反対するわけですよ。当たり前ですよね、はい、泣いて反対するわけですよ。当たり前ですよね、はい、で自分も我ながら子供ながらにこう親を泣かせるっていうのもやっぱちょっと罪悪感が感じまして。そうですよね。でも自分の夢は捨てれないっていうのもありまして、うん、親を泣かさないために泣かさずにプロレスラーになるにはどうしたらいいだろうか、自分なりに考えましてですね、まあ、本当にさっきも言ったように岩手の本当山奥の生まれだったので、親にあの俺大学行くよって言ったら親はもう大喜びしまして、じゃあもう仕送りでも何でもするから頑張って大学行きなさいってなって、で受かった大学は、まあ、たまたま神奈川県の茅ヶ崎市にある文教大学って大学なんですけども、そこでは一人暮らしを始めるわけですよ。茅ヶ崎なの？はい。あ、そうなんだ。はい。で、茅ヶ崎で大学入って一人暮らしを始めたので、で一人暮らしを始めてしまえばちょっとこっちのもんだぜみたいなのもちょっとあってですね、でそのまま親に内緒で入門するわけですよ。はい。まあ、入門って言っても当時体がとにかくもう線が細かったので、60キロぐらいしかなかったので、とりあえずまず体を鍛えなきゃなと思って、その茅ヶ崎にある鶴見五郎さんがやられてた鶴見五郎トレーニングジムっていうのに入会するんですね。はい、ええ、はい、それがもう本当のスタートです。ああ、じゃあどこのプロレスに入りたいとかそういうことじゃなくて、もうそれ以前の問題だったんで、まあ、プロレスになるためには、はい、でもそこも偶然あったってことでしょ。そうです。茅ヶ崎の文教大学に受かったのも偶然であれば、その文教大学で茅ヶ崎で一人暮らしを始めるときに、茅ヶ崎に鶴見五郎トレーニングジムがあったのも偶然なんですね。もう自転車で5分ぐらいの距離だったので、で例えばその鶴見さんとかでトレーニングすれば、はい、なんか先に例えば新日本に入るとか、はい、そういう道が開けてだろうなと思ってましたね。はい、でまあ、当時僕やっぱインディーがやっぱだんだん盛り上がってきてる時代で、大仁田さんだったり、あとウイングとかだったり、そういうのが盛り上がってきてる時代だったので、新日本さん全日本さんもちろん大好きで見てましたけど、どっちかっていうとこうインディーの生き様みたいなのにちょっと心惹かれるところありまして、でちょっと鶴見さんのところでしっかり体鍛えて基礎をしっかり身につけて、それからまあ、ウイングか FMW に入りたいなみたいなちょっとどっかあったんですね。はい。じゃあそこは入門ってもお金払えば入れてくれるわけでしょ。そうです。もう月謝1万5000円払ってましたからね。トレーニングするのに1万円、あとプラス5000円で簡単なレスリングとかマット運動受け身を教えてくれるレスリングコースっていうのがありまして、月謝毎月1万5000円鶴見さん払ってました。入会金3万円も払いましたからね。ああ、本当ですか。はい、それで何ヶ月ぐらいそこは通ったわけですか。そこは1年半通いましたね。はい、途中ちょっと怪我をして、まあ、半年近くちょっと練習行けなかった時期もあったんですけど、足ちょっと折ってしまいまして、でそれででも結局1年半一応席を置いておいて、でそこから、まあ、当時大学4年生になった時に鶴見さんが突然うちの興行でデビューしろよって突然言われたんですね。まあ、プロレスラーになるまでのこう基礎体力がその時点であったかどうかって自分的にはかなり微妙なんですけど、でもまあレスリングなり受け身なり、それを一通り教わってたので、鶴見さんにまずエキシビション、次の大会でエキシビションマッチやって、そのさらに次の大会でお前プロデビューしろって鶴見さんから言われまして、で僕も自分自身プロレスラーになりたいとは思ってましたけど、鶴見さんのところは体を鍛える場であって、そこで鶴見さんのところでデビューするつもりは正直なかったんですよね。申し訳ないんですけどなかったんですけど、でもやっぱりプロレスラーに、お前俺のところデビューしろよって言われたらやっぱり嬉しくないわけないじゃないですか。そうですね、はい、ちょっと舞い上がってしまいまして、よろしくお願いしますって、それでもう急遽繰り上がりデビューみたいなのが、それが何 IWA なの。そうです、 IWA 格闘士塾っていう鶴見さんのところです、ね、格闘士塾ってつくんですか。はい、それが大学4年生 の、 秋なので、もうみんながこうリクルートスーツ着て就職活動しまくってる頃に僕はデビュー決まったっつって、裸で、はい、裸ではい、へえ、鶴見さんその時現役だったんですか。現役選手だったの。はい、現役選手で毎月定期戦、IWA格闘士塾定期戦っていうのを茅ヶ崎だったり横浜の鶴見だったり戸塚だったり、その辺で毎月やってましたね。そうです。格闘士塾の何人ぐらいいるもんですか、生徒が。何人いたかな、まあ、9人じゃないでしょ。全然もっと少ないです。もっと少ない、はい、もっと少ないな。毎回のその鶴見さんが教えてくれるレスリング教室って言ってももう本当に3人ぐらいしかいなかったですからね。はい、
じゃあ誰がデビューすればって言われてもおかしくないってか。そうですね。でもその中ではまあなんですかね、一番僕がデビュー近かったのかなっていう気はしないでもないですけど、はい。まあ、それでデビューをして、それからどうなったんですか。それからですね、デビューさせてもらったのはもうとにかくやっぱ嬉しかったんですけど、デビューしたら下で、なんか俺が本当に心底憧れて子供の頃から見続けてたプロレスラーって、俺こんなんでプロレスラーって名乗っていいのかなっていう、そっちの方が気持ちが大きくて、なんかデビューできたぜって喜びよりも、なんか逆に俺みたいなものが今リングに上がっていいのかなっていう罪悪感の方が強くてですね、そこからまあいろいろちょっと俺もっと頑張らなきゃなと思って、まあいろいろ練習とかをしていく中で、その鶴見さんの大会のなんていうんですかね、こう自分が第一試合終わってセコンドからリング上を見上げる風景がやっぱりちょっと僕の中で違和感がありまして、その要はザ・マミーってミイラ男ができたりとか、宇宙魔人とか宇宙人が出てきたりとかですね、そういう試合が毎回繰り広げられるんですけども、なんか格闘師塾っていう名前 でジムでレスリングとかを教わってるのに、それがリングの上に全く反映されないっていうことにすごく違和感を感じまして、俺ちょっとこのままでいいのかなと思って、もうデビュー半年、もうたかだか実戦5戦ぐらいしか経験してない、もうほんとド新人のくせに、つみれさん格闘師塾やめさせてくださいって言っちゃったんですよね。はい、でその時にたまたまなんですけど、今もう本当にすごく大人気の DDT さん、DDT がちょうど旗揚げをする、高木さんが旗揚げをするっていう時期でして、でそのプレ旗揚げっていうのをちょっと僕リング設営なりセコンドのお手伝いがあったら行ったんですけど、その時木村浩一郎さんも、いましたね、もう今亡くなられたんですけど、木村浩一郎さんにと出会いまして、ちょっとスパーリングしようぜって話しかけられまして、僕はワウワウでリングス見てたので、プレスファンの頃、でリングスに出てた木村浩一郎だなと思って、もう舞い上がっちゃって、スパーリングお願いしますなんつってリング上がったんですけど、もうボロ雑巾のようにされまして、やっぱこれすげえ、やっぱ木村浩一郎強えと思って、やっぱこれがプロスラーだと思って、でその日のうちにもう DDT 入れてくださいってお願いして、で鶴見さんのところを滞納してた月謝を全額支払うことで一応円満にやめれまして、はい、で DDT に移籍した感じですね。はい、それ何年ぐらい DDT に入ったってのは。1997年です。1997年か、はい、もう20年前ですね。 DDT が本当に正式旗揚げをした時に僕入団してるんで、本当もう20年前ですね。なるほど、はい、じゃあまだまだこれから話は続きますけど、はい、1曲いきましょうかね、はい、佐々木さんのなんか推薦曲を。はい、フリーダムズで、プロレスリングフリーダムズでオープニングに使わせてもらってます、ホームメイド家族さんの、フリーダム、よろしくお願いします。フリーダム、はい、
佐々木隆さん、結局今あそこまでなんだ DDT に入ったというところまで話が進みましたけれども、はい、まあ、DDT といえばね、今はもうときめく大きな団体になりましたけれども、そうですね、もうすごいですね、はい、それの一番創世期に入ったということですね。そうですね、はい、それでその後どんな感じで DDT とか離れていくんですかね。離れていくのはですねDDT はでも正直僕はその旗揚げで入団した時点で、全く本当に言えば名もなき選手たちが集まってやってるほど名もなき団体だったと思うんですけど、はい、でもなんかどこかにこの団体でかくなるなみたいな、なんか変な何のなんか分かんない確信がちょっとありまして、それもあって、なんかそこにやっぱ若い力みたいな、これから伸びようとしてる若い力、さらに僕もっと分かったんで、あれなんですけど、なんかそういうのちょっと感じまして、それで入ったのもあるんですけど、まあ、それから実質 DDT は7年半いたので、まあ、結構長いこと いさせてもらったんですけど、はい、まあ、その中でこう、まあ、もちろんシングルのチャンピオンにもなりましたし、タッグのチャンピオンも何とか負けましたし、はい、なんかこうなんていうんですかね、まあ、これ僕の性分なんですかね、鶴見さんのところもデビューさせてもらっておいて、ね、やめて何なんですけど、やっぱこうなんですか、こうまたもう一歩外を見たくなってしまうっていうか、うん、はい、DDT で、まあ、チャンピオンになってベルトも取って、じゃあもう一歩外に出て考えてみると、自分よりなんか例えば強い人、うん、名前のある人いくらでも山ほどいるわけで、なんかそれをちょっと味わってみたくなっちゃったんですよね、はい、DDT っていうなんか枠の中だけでちょっとその当時で、うん、もうそれももう 10年以上前だと思うんですけど、うん、13年前ですね、うん、そこでやっぱ収まりたくないなってちょっと思ってしまいまして、うん、なるほど、で高木さんにいろいろ相談して、相談乗ってもらった上で、うん、で確か2004年だったかなに対談したと、はい、する形になりましたね、はい、まあね、今までちょっと全然話が出ませんでしたけども、はい、佐々木隆といえば、はい、もうそれはもう知る人と知るというか、まあ、聞けば泣くも黙るような恐ろしいことやってるわけで、はい、ね、それをぜひとも話をしなきゃいけないんですが、そうですね、その辺のきっかけどこから始まったかと、はい、つまりその、まあ、蛍光灯の鬼ですよ、私から言えばね、はい、蛍光灯デスマッチというのをね、はい、盛んにやってまして、はい、もう最近やらないんでちょっと私は不満ですけども、あららら、ね、やりますよそのとにかくそれをお客さんもみんな見たくて、はい、恐ろしいもの、怖いもの見たさで来てたわけですけども、はい、ああいうのをやり始めたっていつ頃からなんですか。それがやっぱ DDT を辞めて、辞めた後にまあ、先日引退された金村金太郎さんが、うん、ちょっとうちこのアパッチプロスってやるのからちょっとまあ力貸してくれみたいな感じ でアパッチさんに入らさせてもらってた時に、まあ、アパッチプレスと大日本プレスって結構当時がっちりだったんで、うん、で大日本プレスさんにも出させてもらえるようになって、そんな中で、まあ、ある意味ある時金村さん と大日本プレスの戸坂さんが2人でなんかいろいろ話し合ってるのがちらっと会場で見えて、まあ、特に気にしなかったんですけど、なんかどうやら佐々木隆にデスマッチさせてみようぜみたいな話をしてたらしくてですね、で後で金村さんにお前やってみいひんかみたいな感じで言われて、で僕もなんかあんまり深く考えないで、あ、じゃあやってみますみたいな感じでちょっと返事しちゃったんですね。本当に深く考えてなかったんですけど、まあ、今思えばもうそれデスマッチっていう、まあ、ものに踏み込むにあたってもう、うん、深く考えずに飛び込んでしまった自分を本当ぶん殴ってやりたいぐらいですけど、はい、でそれで、まあ、ある意味突然金村さんのパートナーに選ばれて、でデスマッチやるようになりまして、で実際やってみるまで自分でデスマッチっていうものが楽しいものなのか、うん、もうただ痛いだけでもう嫌なもんなのかちょっと自分でも想像つかなかったんですね、やってみるまでは。でいざやってみたらなんかこう確かに痛いです。普段の普通のプロレスでは本当味わうことのない痛みがものすごいあるし、なんならその試合やってる時だけじゃなくてその後も数日後までその痛みが続くわけじゃないですか、傷が完全に治るまで。なんですけどやっぱこのデスマッチをやってる時のこの高揚感というか、はい、なんかこう痛いけどなんかうわ来たぜ来たぜ盛り上がってきたぜみたいな、なんかそういうのがですね。一番最初やったデスマッチはどんなことだったんですか。確かですね、まあ、有刺鉄線だったと思います。有刺鉄線、有刺鉄線張ってるだけでそこにぶつかってて、はい、まあ、爆破もないでしょうし。そうですね、ね、でデスマッチ3戦目ぐらいで
初めて蛍光灯をやったんですかね、はい、でその初めての蛍光灯でしかも僕勝っちゃったんですよ、はい、3戦デスマッチデビュー3戦目で初の蛍光灯でしかも勝ちまして、でそこで、あ、なんか俺今まであんま深く考えてなかったけど、このジャンルでトップ取りたいって思っちゃったんですね、はい、そこからのもう本当地方大会も含め毎大会のようにダブルデスマッチになりまして、はい、で初デスマッチから半年後にあのダニオンプレスさん の, あのデスマッチヘビーのベルトに初挑戦、分隊のメインでさせてもらうことになりまして、まあ、はい、その簡単にそれはさ言うけれどね、はい、もう本当にやってることといえば、まあ、はい、普通の人が聞いたらびっくりするんで、はい、もう蛍光灯ですよ、はい、まあ、置いとけ本3本も5本もまとめて そうですね、それで一気に頭を叩くわけですよね、はい、そうするとその粉々に飛び散るわけですよ、はい、であれ一番前のステージに座ってる人なんかもみんなその粉が蛍光灯の破片が、ね、来てるわけでしょ、はい、あれ、ね、それから蛍光灯ってなんか中に水銀が入ってるわけですから、はい、ああいうのを知ったりすればもう南部と洋が上がった時からずっともういろんなことでその水銀は自粛しようと、はい、まあ、いろんな話になってるわけですよ、はい、それをあれだけ蛍光灯集めてきてですよ、はい、それをめちゃくちゃに割って、はい、中でバリバリ食べるやんのもいるしいますね。それでそういうことをやってるのに全然抵抗なかったんですか、はい、な、分かんないですけどどうだったんですか、ね、痛くないですか、痛いでしょ、めちゃめちゃ痛いです、ね、めちゃめちゃ痛いですね、よく言われるんですけど痛くないんですかとか、痛いのが気持ちいいんでしょうとかよく言われるんですけど、うん、もう全くないです、それ人間ですもの、痛いものは痛いです、痛いでしょ、痛いんですけど、うん、血だらけになるじゃないですか、本当に体中、はい、でもやっぱなんか、ね、やっぱお客さん盛り上がりますからね、まあ、お客さんも、はい、そうだけど、そうしてやっぱり自分そんなの痛みなの忘れちゃうもんですかね、あの、なんですかね、痛いもんは痛いけどその我慢できるあのレベルのマックス度がもう全然やっぱお客さんが盛り上がりによって、ああ、お客さんってね、はい、あ、そのくらい余裕があるんだったら客、お客さんの反応見たりなんかしてるという、そうですね、そういう意味じゃあるかも分かんないですね、はい、だからあれ、このね、終わってからまあシャワーで流すぐらいはするんでしょうけど、はい、当然健康との破片なんか体に突き刺さってるのがあるし、はい、あれ別に病院に取ってもらったりしてるわけじゃないでしょうから病院行かないんですよ、ね、行かないでしょ、消毒もしないでしょ、ね、消毒はなんかしちゃダメって言われるんですよね、なんかあんだけ傷だらけになると逆に消毒するとあの傷を治すいい菌まで死んじゃうから、本当ですかそれ、分かるんですよ、だから消毒するな、私たち学校でそんなことならなかったですよ、本当ですか、あれ本当ですか、結構そういうそれみんな信じて消毒誰もしてないですよ多分あのシャワーであの洗浄するだけですよ、へえ、すごいな、はい、それがそこプロレスラーがね、やっぱりプロレスラー言うんだっていうのはその辺なんですよ、はい、もう医学の常識なんか超えて、はい、もう人間じゃないですよ、そうなっちゃうね、はい、でそれよりあと不思議なのは蛍光灯ってどうやったら集めていくんですか、いや、それがまさにですね、もうタイムリーにここにあのスタジオに来る前にちょうど事務所に電話かかってきまして、あのちょっと今度あの会社の大清掃で蛍光灯が300本ぐらいあの交換して古いもの出るんですけども引き取っていただけませんかっていう電話が、委員会長、はい、うちの事務所に電話ありましてあ、じゃあ300本いただけるならいただきますっつって喜んでお引き受けします、取り取り行くんですか、はい、なんかあの会場まで持ってきてくれそうなんで、その会場まで持ってきてくれたものをこっちの社用車で持って帰ります、あ、はい、で倉庫に保管しておいて、はい、小出し小出しで、ほいであれ粉々になってあれだって普通にこう捨てられたわけだから、はい、粉々だったらこうほうきで入ってこうあれしてますってまとめてますけど、はい、あれはどうするんですか、それから段ボールにきれいに入れてあの参拝業者に持って行ってあ、すみません蛍光灯割れちゃったんですよって言って引き取ってもらいますちゃんとお金払ってますからね、あ、なるほど、そうですね、はい、お金かかるでしょうからね、はい、これだけほれ何も言わないですか、あんなことやって、コーラクより言わないですね、何ですか、はい、まあまあ、あのお客様に迷惑かかなければっていうところなんで、うん、お客さんが喜んでる分にはいいんじゃないですかね、お客さん怪我したことなんかないですかねな、全くないってことはないですね、もう言わないのか、はい、自分たちもね、もう、はい、よく死ぬような結構客が怪我したりするとクレームつけたりなんかしてくるのいますけどね、そういうことはないんですか、クレームっていうクレームは今まであんまないですけど、でももう本当もう何度もアナウンスもかけて本当にこういうもので、うん、あの破片も飛散しますので皆さん本当ご注意くださいみたいなのを言った上でやっぱ試合をしているので、うん、それでもやっぱより前に座ってみたいっていう方はやっぱり最前列はやっぱもう先行予約で取ったりとかするので、うん、はい、もうそこはちょっと、まあ、もちろんあのこっちもセコンドが目いっぱいあのカバーしますし、うん、もし何かあった場合は応急処置はしますけども、はい、ある程度やっぱ好きで見ていらっしゃる方々はやっぱりある程度も自己責任の中で観戦しようって思ってくれてるとは思いますね。なるほどね、はい、いいファンばっかりですよね、本当に。いや本当ありがたいですね、はい、でその
蛍光灯だけじゃなくて、はい、なんか恐ろしいこと持っていっぱいやってるじゃないですか最近見てると。はい、それこそですね、もうこれさっきあの医学がどうこうって話があったんですけど、うん、僕昔剣山が頭に刺さって抜けないっていう事件がありまして。剣山はい、花はいける剣山、はい、でそれを刺さって近くの病院に行ったんですけど、ね、病院の先生がですね、僕も救急車乗って行けばよかったものを、うん、普通にタクシー呼んで行っちゃったんで、うん、とりあえず待合室でお待ちくださいっつって、顔面血だらけで後頭部に剣山刺さってんのに待合室で待たされたんですよ。で30分ぐらい待って呼ばれて先生のとこ行ったら、もう先生がいや過去に全然前例がないとかっつってなんか震えてまして、でとりあえずいや抜いてくれりゃいいんでみたいな感じで言って、とりあえずレントゲンと CT スキャンを取って頭蓋骨の損傷だけないかを調べて、でも損傷なかったんで、じゃあ力ずくで引っこ抜きましょうつってもう本当に、まあ、夜中だったんですけど、うん、男の先生がバーッともう外科も内科も関係なく集まって、で結局最終的に力ずくで引っこ抜いたんですけど、うん、その剣山が頭に刺さったらどうすればいいかっていうものが過去に前例がないっていう先生が言ったものを、ね、僕は剣山頭に刺さっても意外と大丈夫っていう前例をちゃんと医学に作ったんです日本の医学に。なるほどね。意外と頭蓋骨まで針はいきませんよっていう前例をちゃんと作ったんですよ。剣山ってそう一個だけで戦うんですか、何個やるんですか。ばらまいてです。あ、剣山はばらまいてやる。ドロドロドロとばらまいて、その上で試合する。じゃあ体なんか突き刺さるじゃないですか。はい。で特にやっぱ体、腕とか太足とかに刺さったものは結構すぐポロポロと取れるんですけど、頭に刺さったものだけなんかすごく頭がタンコブみたいに腫れ上がってきて、はい、抜けなくなるんですよね。はい。ただ頭蓋骨まで意外とすぐ骨な気がしますけど、うん、意外と頭蓋骨まで結構厚みがあるもんで、針は結構頭蓋骨にいかないっていう実証をしました僕身をもって本当に医学の常識を本当に変えてくれますよね、はい、ちょっとね、はい、だけど最近本を見てるとそのあと、まあ、画鋲なんか結構やるでしょ、はい、画鋲とか一番痛いのはどんなんです、何ですか。いやよくそれもよく聞かれるんですけど、うん、痛いのって言ったらもう全部痛いんで、どれが一番ってのもよく分かんないんですけど、うん、最近やられて嫌だったのは釣りのルアーをこの唇に両方刺されたのがめっちゃ痛かったですね、はい、何の話してるんですかね、はい、釣りで使うルアーあるんですか、うん、それは刺される、戦ってる時に刺すってこと。はい、試合中にこう刺されて、ここからこうルアーがブランブランって2つぶら下がってる状態で試合続けたんです、うんうん、はい、でもルアーなんて返しがあるんで、すぐポンって取れないんですよね。取れないですよね。でルアーの針のところについてる魚のなんか模型みたいなのあるじゃないですか、あれがまあまあ重たいんですよ。あでもすぐブロン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 してるのがめちゃくちゃ痛かったですね。突き抜けてるんでしょ当然こう、はい、ね、こう唇突き抜けてるんで。あと見てて今日恐ろしいと思うのはやっぱりそのなんてこれうなぎの串みたいな頭の突き刺すじゃないですか。あんなの痛くないですかあれ。あれめちゃめちゃ痛いですね。竹串ですよね。はい、そこら辺のスーパーとかで焼き鳥用の串で売ってるやつですね。あれを何本かまとめて頭にポンってやって、はい、立てつった頭やってるじゃないですか、はい、ザクッと刺した上で手をパッと離す中パスタ茹でる時みたいにファッとこう開くんですよねそれがまたちょっとウケるんですよウケるかもしれないね、はい、でも自分たちで次から次にこういうの持ってきたいって考えてやるわけでしょ。そうですね、はい、でも実際やってみないことにはどんだけ痛いかが分かんないですからね、まあ、それはそうですけどね、はい、竹串刺されたままバックドロップとか竹串刺さったままパイルドライバーとかされちゃうんで、中で竹串が先っちょだけ頭に残ったままポキンと折れちゃうんですよね。その折れて先っちょが残ったやつをほじくり出すのが大変だったりするんですけど、だからデスマッチは試合が終わった後も終わらないんですよデスマッチは。お耳直しにちょっと一曲そうですね、お願いします。はい、じゃあ私の2曲目言ってよろしいですか。はい、私はその茅ヶ崎在住で、茅ヶ崎でフリーダムズって団体やってますので、やはり茅ヶ崎といえばサザンオールスターズですね、はい、希望の輪だちをお願いします。
ドクター林の健康ゲラゲラクリニック。今日はゲストに、プロレスリングフリーダムの社長でいらっしゃる、佐々木隆さんをお迎えしてお話を伺っております。はい、いやいやだけどすごい話ばっかりですね。もうびっくりしてもらったけどね。いやだけどこの、まあ、フリーダムズ何人か若い人たちいますけれども、はい、そういう人たちの中でやる人もいるし、やっぱそういうの嫌だっていう人もいるわけでしょ。やりたくないっていう人、今ちょっと練習生とかもちょいちょい入ってきてまして、ええ、で、まあ、僕がやっぱ代表なんで面接とかも担当するんですけど、ええ、話聞いてるとやっぱみんな僕デスマッチやりたいんですって入ってくるんですよ。はい、なんでやっぱ僕らがやってることにそれこそ僕らがさテリーファンクとか長州さんに憧れたと同じように、うん、僕らがやってるデスマッチとかに憧れる子たちもいるんだなと思いましたね。いるんですかね。いるんですよこれは。あでついこの間僕メキシコ遠征にも行ったんですけど、メキシコ遠征にもメキシコ人でもやっぱ僕らがやってるデスマッチを YouTube とかでもう見まくって、うん、でもうジャパニーズデスマッチに憧れてるみたいな、俺を日本に呼んでくれみたいなのがいっぱいいましたよ。はい、はい、なかなかいるもんですね。いるもんですね、はい、本当にびっくりしますけどね、はい、いや本当にその、ね、私もリングドクターとして呼ばれて、はい、フィリダムズ呼ばれているんですけどね、はい、やることは、試合前に、はい、希望者には血液検査すると、はい、あとは試合を見てればいいよと、はい余計なく出てくるんだと。いやいやいや、もうどいつ何があるか分からないですからね。そうですけど、はい、普通はいつ何て言うか、いつ何でもやってるわけです。そこで他の団体だったら新日本プロレスだってあんなことやったら大変です。私太っていかないと、はい、でしょ、はい、だそれはまだあんま出る場じゃないですよ。こう寝て寝て座ってていいですからって感じなわけですよ、はいはい、ほいで試合終わってからじゃあその傷を手当てしなきゃって言えばこれはもうしなくていいんですよ、はい、でこのシャワーダメはそう済むんですって、はい、何の必要があるかと思います私は、ね、いやでも僕らは逆に言うともう林先生があそこでこうスタンバってくれてるので、もうそこは心置きなくもう目いっぱいリング上で暴れられるっていうのがあるんですよね、うん、じゃあ本当に出るときは どんなあれなんですか。どういう場面で出るんですか。どうなんですかね。死ぬかもしれないっていうです。いやでも一回なんか葛西が肩口がなんかざっくり来た時も、あれはすごかったですね、はい、すごい傷でしたけどね。医務室ですぐさささっと塗っていただいたので、それはすごく助かりましたね、うん、はい。まあ、そういうことぐらいできますけどね。あとはもうシャワーで流すからいいですっていう時か、うん、あともう手に負えないって病院に行くかどっちかですからねちょうどいいや真ん中ぐらいがほぼないんですけどね。ないですね、はい、すごいよな。まあそれは何だと思われその佐々木選手が、はい、ね、そのどんな風になっちゃってるのか、はい、ちょっとそれを見ようじゃありませんか。ちょっとね、そうですね、脱げますから脱ぎますか、脱ぎますか、はい。あ、綺麗な方ですよね。まあでもこのケロイドなんかやっぱケロイド体質ってわけでもないでしょ。ケロイド体質ではあるとは思いますよ。そうそう、みんなもうこれ全部傷があれですよね、はい、こっちの方があるかな。もうこの辺から蛍光灯がいっぱい見えますけどね、はい、どうしますこんな、はい、これでも僕昨日ちょっと箱根まで行ってちょっと温泉入ってきましたけど、はいはい、周りの人たちが何をどう思って僕の体を見てたのかなと思ってですね。そうですよ、この、はい、あれじゃないですか、やっぱりこのタトゥーの人はもう温泉なんか入れないわけですけど、入れないですよね、これだけ傷だらけの人も入っちゃいけないじゃないですか、はい、温泉ぐらい入れてくださいよ、はい、ただタトゥーの人はまああれですけどね、多分こいつ何者なんだって思って見てるでしょうね。もうですね、なんでこんな風になるんだろうってね、はい、でもやっぱ昨日箱根の温泉入ってたらちゃんとあれ佐々木選手ですよねって声かけてくれる方いましたよ。そうですか、それは、はい、僕のこの裸になってから傷を見て多分気づいたら傷を見てから、はい、顔見て言ってほしいよね、はい、さっき箱根の海賊船乗られてましたよねなんつって、うん、僕のプライベートを全部追われてましたね。ああ、はい、すごいな。いえいえいえ悪口でこんなだけど本当ほったらかししてるわけでしょ。そうですね、ほぼほったらかしですね。縫った傷だったんですか。縫った傷はですね、なくはないですけどほぼないですね、うん、そのまして、はい、なんすかデスマッチの痛さはまだお客さんの前だから我慢できるんですけど、うん、病院に行って病院 その先生とマンツーマンで、はい、じゃあ麻酔打ちますって言われたの、麻酔が我慢できないんですよ僕。なるほど、はい、もう痛いところに針打つなんてちょっと考えられないですね、はい、なんでちょっと極力抜いたくないんです、うん、で縫われる時も麻酔効いてるとはいえこの針を通されてこうピッピッってされるあの感覚が嫌ですね、うんうん、はい
その時だけお客さんがいっぱいいれば我慢できるし、あれがもしリング上で、はい、今から寝ますって言われたら、まあ、背中いるからって言うんですけど病院で先生とマンツーマンじゃ無理ですね。もうテンションだだ下がりですから ね、はい、なるほど。じゃあ本当はやっぱそういうことで結局そのアドレナリンが体にいっぱい出てね、出ると、ね、出るからそういった耳に耐えられると、はい、いうことですよね、はい、やっぱりすごいな、精神力ってやっぱすごいもんだと思いますよね、はい、ね、できればもし病院だったらできれば看護婦さんとか周りバーッと数十人で囲んでもらって、こうやってみんなで応援してくれたら多分頑張れると思うんですけど確かに、はい、なんかおじさん先生とマンツーマンとかだと結構きついですねすごい体、ちょっと体をちょっともう少し見せてあげよう、はい、すごい、こっちもあるしここにもいっぱいありますね、なんか汚いのがね、はい、すごいじゃんですごいこう見えますかね、皆さん本当にもう、はい、これでもうこんな人がやっぱりあのお世話なんか来たら嫌ですよね。嫌でしょうね、はい、子供連れて一緒に入ってたんですよ ね子供がこんなんだったらもう DV って思われますよね。ああ、いやもう僕あの自分の子供には絶対プレイさせないですからね、はい、自分が親の反対を押し切って、あ、そうだ、はい、泣いた親を内緒になっちゃう。もっと泣いてませんか今、どんな感じですか。試合のたんびにやっぱあの、まあ、地元凱旋毎年やってるんで、うん、あれですけど、まあ、母ちゃんやっぱ毎回泣きますけど、うん、はい、でもその、まあ、自分で言うのもなんですけど、やっぱり子供の頃から言い続けてきたことをもう自分のやっぱ仕事としてこう自分が傷だらけ血まみれになってでもこうなんですかね、来てくれた、うん、見に来てくれたお客様の前でこうやって試合をしてるのは多分誇りには思ってくれてると思います。はい、見に行くんですか。家族は来ます。見てんですか。見てます。母ちゃん見てます。泣きながら見てます、はい、でもちゃんとそこはあの泣きながらでもあの会場外出てったりしないで最後までちゃんと見てくれてるんで、はい、そこは母ちゃんは母ちゃんなりにやっぱ覚悟を決めて応援してくれてるんだなと思いますね。あとでコメント言ったりしないですか、はい、あんたあそこのここはもうこっちは我慢しなさいよとか、ここを戦ったらもっといいんじゃないかとか、そういうのはないですね。ないですけど、あのなんですかこのこう、せっかくあんたも五体満足に産んであげたのに自分でいでことばっかしてバカだなおみなみたいな、それはよく言われますね。はい、それはそう思いますよ。いやでもそれはそれであの僕はいやいや母ちゃんが五体満足健康に産んでくれたおかげだよってちゃんと言ってあげるんで、うんうん、はい、そこでちゃんと親子の絆は保たれてると思います、うん、そこで、はい、食い違ってますけど、まあそうでしょうね食い違ってますかね。いやいやいや、大丈夫。へー、びっくりしましたね本当ね。いい、まあ、だけど本当はこういうすごい人もいるんだと、これが本当にね、あのここまで言わないとやっぱりそのフリーターの社長なんてぐらいじゃね、プロレスラーでってぐらいじゃやっぱりね、そうですね、はい、佐々木進化、武進化は出ませんけれども、はい、そういうことで、まあ、本当に蛍光灯の鬼と私は思うんですけども、はい、蛍光灯、あの蛍光灯を何本も体に叩きつけたり頭で割ったり、はい、ね、本当に体の中に蛍光灯が入って水銀中毒になっていますこの人は、はい、もうその時はその時また助けてください大丈夫ですか、はい、だけど本当にこう年取ってからいろんな後遺症なんか出てこないんですかね。出る、どうなんですかね。出てからじゃ遅いんですかね。なんかあったらすぐ電話します。そうね。レントゲン取るとも大変ですよね。あ、レントゲン取るとあのいろんなところにちょっとキラキラってなんか映るんですよ。はい。で、あの先生とかも、あ、どうしますって言われるんですけど、うん、まあ、とりあえず今のところ症状出てないからいいですって言われるんですけど。いやもう健康の話じゃなくなってきましたね今日はね。いやいや健康の話ですこれ健康は普通の健康はどうですか佐々木さん。全然あれなの、その体で具合悪いとこないんですよ、その気づいかいは。そうですね、あの病は気からって言うじゃないですか、よく。そう病は気からってまさにもう本当その通りだなと思うんですけど、うん、そのまあ僕らプロレスラー特にデスマッチファイターの中ではここからが怪我っていう境界線がかなりぶっ飛んだところにあるので、ここから怪我っていうのが多分あのもう自分の足じゃ歩けなくなったとか、多分そこからが多分怪我なんですよね。自分の意識の間は怪我じゃないですよね。自分の意識でちゃんとあの体を持ってこう歩けてるうちはもう怪我じゃないんで、たとえどんなに痛かったり調子悪かったり、例えばなんか病気とかで具合が悪くても自分の中で大丈夫って思ってれば大丈夫なんです。なるほどね。まあなんかそのこれからじゃあ見に行きたい人のために告知をぜひあればお願いします。はい、5月はですね、まあ、ゴールデンウィークも終わりましたので、この後の大会としてはですね、都内ですと5月24日の水曜日に、新木場ファーストリングというところで大会がございます。こちらもですね、あの先ほど言ったようなあのいろんなデスマッチもありますので、ぜひこちらを見に来ていただきたいと思います。5月24日水曜日ですね。
その後、6月とかまた地方、まあ、の京都に行ったり、逆に東北に行ったりいろいろあるんですが、この7月8月の真夏にですね、後楽園ホール大会が3回ありまして、お3回ある、はい、2ヶ月間の3大会ありまして、一つは7月5日の水曜日に、笠井純プロデュース工業直前スペシャルという題しまして、まあ、こちらもあのデスマッチの激しい大会を予定しております。激しそうだな、はい、こちらは7月5日の水曜日、はい、次がですね8月3日の、忘れましたね木曜日かなに、プロレス戦国時代群雄割拠と題しまして、はい、日本中にあの点在しているですね、ローカル団体、はあ、各あの地域地域に勝手活動している、はあ、ありますね、はい、ローカル団体、うん、ご当地団体の方々をいっぺんに後楽園ホールに集めまして、うん、はい、で各地域地域で活動されている方々にあの東京のファンそれからメディアの方々の前で、うん、目いっぱいあの自分たちのプロレスをあのアピールしていただきたいなという、はあ、それを僕がプロデュースした大会でして、はあ、はい、それをあの後楽園ホールで8月3日の、木曜日にやろうと思ってます。8月3日 ?3 日です、はい、はあ、でもう一つがですね8月27日の日曜日にですね、こちらはあの笠井純プロデュース工業と題しまして、もうデスマッチばっかりのぶっ飛んだ大会をやりますので、はい、ぜひ先生もまた本部席で見ててください。結構と浴びなきゃいけないんだ。そうですね、はい、一緒に浴びましょう。仲良く。ところでその中では、佐々木さんは、はい、なんか恐ろしいことやるんですか。すごいデスマッチやってくれるんですか。まだ何も確定してないんですけども、まあ、先生が言うならやりましょう。はい、もう何かすごいの何かあった時は責任は全部先生に取ってもらいますんで。でもその時はもう意識ないわけですから。いやいやいや、大丈夫大丈夫です。へえ、いろいろやりますよ本当に。楽しみだな、はい、ね、やっぱりそれが一つの売りですからね。そうですね、フリーダムじゃね、はい、もうそれやらないと普通の淡々になっちゃいますからね、はい、真夏のもう草暑い時にもうみんなでもう汗だらだら血だらだら流してもう目いっぱい大暴れしましょうという月間でございますね。7月8月は、はい、なんかやっぱり新しいものっていうか新しい狂気というか、はい、なんかそういうのいろいろ考えるわけでしょ。考えてるんですよ。街中をなんかショッピングしながらあこれいいなみたいな、はい、そういうところにいろんなヒントが隠れてたりするんで、はい、じゃあなんかファンの人からこんなのやってくれなんていいんですか言っても。あ、全然いいと思います。全然いいと思うんですけどファンの方から言ってくるのって結構えげつないものが多かったりするんで、はい、それはそれで恐ろしかったりしますからね。恐ろしいよね、はい。びっくりした。本当にだけど本当にそれだけことやってもまだこんな元気というね、はい、もうプロレスラーも本当に医学の常識を超えた人たちばかりですから何も健康の参考にはならないですけどね、はい、そうだね、まあ、よくあの全治何ヶ月とかって言われたものなんか結構半分ぐらい直しますからね。そうそうそう、本当そうそうそう、はい、とにかく地方の会場行ってね怪我したときにずったりするわけですけども、はい、その辺の床にゴロゴロって転がして唾ペッてやって消毒してでグイグイ塗ったりするけど可能なんかした人一人いませんよね。そうですね。僕も可能したこと一回もないですもんね。そうでしょ、はい、だから本当医学なんて嘘なんだ。肘切ったまま僕長男の意味で海水浴しましたからね。そのままため息つかれましたよ。いやいや本当にこうでだけどまあ人間は鍛えれば逆に言えば鍛えればこんな風になれるんだとね。そうですね、鍛えるってこともないでしょうけどまたその精神力次第によっては、いや精神力大事ですでしょうね、はい、本当ね、はい、だから本当病は光だということだそうですから、はい、ぜひそのねあんまり医者を信用しないで結構やっていただきたいと。後楽園ホール来ていただければね私も一緒にフリーダムと一緒に行きますからね、はいはい、ぜひまたお会いしましょう。ぜひよろしくお願いします、ね。いや本当に今日はありがとうございました。楽しい話と素晴らしい体を見せていただきまして、とんでもありません。ぜひ本当に頑張ってください。またお会いします。ありがとうございます。皆様来てくださいね。とりあえずは5月の24日の新木場、はい、新木場ですね、はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。世界中が平和に暮らせたらいいな。
のキーワードです。おいしゃサンバ、世界中が笑顔で暮らせたらいいな。例えば疲れたら休めば楽になる、不満がたまったなら言葉に出せばいい。見慣れた景色でも光が差し込めば違った場所になるよ。明るく変わるだろう。お医者さんは踊ろうよ、元気で楽しく今日も。お医者さんは